さて、さて、はい、うぬ番組第7シーズンのトークディフトークやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、本日のお客様です。はい、初登場の関係と申します。さあ、やっとね、雪も降って、ちょっとね、スノボ日和らしくなってきましたけど、そうそうそう、はいはいはい、今日のコンディションどうですかね。そうやね、さん、まあ、悪くないんじゃないですか。雪結構降ってて、ね、うん、結構ね、今まではもうこれ冬かって言いたくなるぐらい、そう、雪がなかったっすけど、今日はね、うん、割とね、他の人も楽しんでもらえるかなと思いますわ。今回これで何回目？7、8回目ぐらいですかね。多い、多い、多いな、多い、多い、割と行ってる。いろいろ行ったけど、ウィング行ったし、あ、でも今回はね、和紙が多かった。うん、和紙はもう2、3回ぐらい連続でパンパンパン。あれあるじゃん、和紙って独自のさ、あの、例えば半額券当たりますよとかさ、たまにやってくるじゃん、はいはいはい、あれで、2回ぐらいパンパンで当たったのよ。で、当たったもんで、まあ、和紙行けってことかなと思って。あ、行くしかねえな、それ行くしかねえな。お金の安さにはね、ちょっとね、勝てんかったね。まあまあまあ、それはそうやな、確かに。そうそうそう、でも今回ね、ちょっと和紙が合ってきたからありがたかったね、名本にしてもらって。で、今シーズンの名宝は初めて。名宝初めてですね。名宝いつぶり？名宝はサルコさんのごっつぁんとあの最後に行った3年前ぐらいよりか。あれね、オフレコなんだ、撮ってないんじゃない？あれね、メインはウィングヒルズ、うん、そうそうそう、そう、毎シーズン行ってるんで。今日、手入れのやつ貸しまったけど、はいはい、全然違うごっつぁんはいつもワッキスとかはかけない？サボっちゃうんだよね、あれ。あ、やれって言うんやけど。え、だってさ、それってさ、あの、あれじゃない、ストレートのところでさ、いいアイに引っ張ってもらうのもなかなかね。いや、あいつね、あの、それ総理社権どんまいって、ね、あ、ひろきさんどんまいって勝手に言っちゃうやんむちゃくちゃじゃん。ごっつぁんもやれるうちはやりたいと。そうやね、俺もだってボードとかってやっぱもう30過ぎると、うん、だからそこがボーダーラインと思うやん、やっぱ。ああ30だね。そう、はいはい、そこがボーダーラインとかね。そこで続けるか続けないかっていう判断になると思うんだけど、はいはい、いや、だから普通に考えたらね、はい、あんまゲレンデ興味ないしかしたら、はい、なんでわざわざ早起きして寒いとこ行って痛いもしなかったんだって、スキーできないんだよ。あ、できない、うん、できないんだよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。だからね、あの、なんか知らんけど才能がない。今シーズン行かれたの何回目ですか？4回。で、4回はどこ行っていたの？明豊は今まで行ったことない。今年は行ってない。ボッツァンと、うん、ラッキョ。あ、懐かしいな。2年、3年前ぐらいです。大人数行った方がいいですよね。もう歴どれぐらいなの？ボードリーボッツァンと初めて行った。あ、初めて。あれが初めて。あ、そういったやつ。午前中滑ってていかがでしょうか？でしょうか。なんか、いい感じじゃないですか。雪もふわふわで止まっちゃうくらいだよね。ああ、それ言えるな、確かに。結構、ワックス良かった。いや、全然違うよ、ワックス塗るとマジで。ほんと全然違う、もう運転の差ですよ。